欲しいものがもうありすぎて、ちょっと一回我慢しようと思ったけど、やっぱ我慢できなかったんで、買えるほどの材料がないので、こんにちは、てるです。本日は僕が今ガチで欲しいものを、7つ、紹介していこうと思います。最近もう物欲やばすぎて、もう春夏にこういう服装したいっていうのがあって、それに対してはこれ欲しいなあれ欲しいなっていうのをいろいろ調べてたら、欲しいものがもうありすぎて、それをねもうちょっと友達感覚でちょっと共有しようかなと思ってます。まず一つ目がですね、プリント T もしくはグラフィック T になります。無地 T とかはねもちろん毎年買い足してはいるんですけど、特に今年はちょっとグラフィック T とかプリント T、 そういうのって意外とその人の人間性とか出るアイテムだと思ってるんですよ。 HBT&S の店舗にあるタンタンとか去年とかも買ったりしてるんですけど、ちょっと生地感がねちょっと僕あんまり好きではなかったりとかして、あんまりそんな着る機会がすごい多かったわけではないんですけど、今いろいろピンタレストでねそのイメージを見たりとか、どこのブランドでとかは特にはないんですけど、生地感だったりグラフィックプリントだったりがこう自分のドストライクのものがあったら欲しいなと思って、 3,4 年前ぐらいからねどんどんカジュアルトレンドが進んでて、少しこうカジュアルな T シャツ欲しいっていうのもあるんですけど、それに加えて夏になった時にね、まあ、どういった自分服装したいかなと思った時に、シンプルな T シャツを着る時は、まあ、アクセサリー多めにつけたりして、少しちょっと癖のある T シャツをつけた時は少しだけ癖のあるデニムにタックインして、ショルダーバッグ持つとかちっちゃめのトートバッグ持つとかって言ったステリングが頭に浮かんでて、それの時のトップスに来るものがなかったので、それをちょっと買い足したいなと思って今リアルで探してます。なのでなんかおすすめあったらぜひコメント欄でも教えてほしいです。そして2つ目3つ目、両方とも靴なんですけど、ちょっと具体的で、フットインダストリーとアディダスのコラボのね、あのブラックのシューズめちゃくちゃかっこよくて、これはもう買うの確定してます。秋冬はね革靴だけでなんならいけたりもするんですけど、春夏になるとねスニーカー履きたくなるじゃないですか。最近アディダスウェルズボナーとかもコラボしてたりするんですけど、僕結構ニューバランスほんと好きで、ニューバランスはもう安定の枠に入ってきてて、春夏だしスニーカーの幅を効かせたいと、ニューバランスはもちろんいいけど他のスニーカーないかなと思ってた時に、そのアディダスとフットインダストリーのコラボのシューズが結構ツボで、僕ももう2足かな持ってるんですけど、また新しくね買おうかなと思います。そして3つ目にマルニの白スニーカーですね。スニーカーってもともとカジュアルで、まあ、僕がなんでニューバランス好きかっていうと、綺麗めなスタイリングにハマるのが多いので、本当にこう外しとかで使えたりするんですけど、ホワイト系の綺麗めに使えるボリュームあるスニーカーないかなって思った時に、去年おととしかなトレンドで本当に多くの方が持っているナイキのエフォースワンとかもいいんですけど、ブラックのスラックスとかに合うイメージが全くなくて、ブラックのスラックスぐらいドレッシーなボトムスとも合うような白スニーカーないかなと、いろいろ調べてたところ、マルニのね、スニーカーがすごく良かったんですよ、ボリュームのある。それはね、ちょっとゲットしようか、検討中です。ちょっと価格が価格なので、お財布と相談しながら、はい、買えたら買おうかなと思います。続いて4つ目ですね。4つ目は、一癖あるデニムパンツです。ね、例えばちょっとこうブラストかかってたりとか、グラデーションデニムとか、ダーツが入ってるデニムだとか、ダーツがあるデニムってすごいこう膝の奥行きが出たりとか立体的に見えるのですごいかっこいいなと思って、それこそ僕パリで買ったドリスのデニムとかも、ね、すっごいかっこよかったんですよ。そういったちょっとこうグラデーション系だったりブラスト系のねデニム気になったなったら買おうかなと思ってます。これもまたおすすめあったらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。チャンネル見てくださってるね視聴者の方も、あこういうブランドもあるんだっていう、なんかいろいろこう皆さんでねシェアしていけたらいいなと思ってるんで、ぜひ書いてください。ということで、5つ目ですね。5つ目はショーツですね。もう去年一気に来たので、ショーツグッとねトレンドに上がってきて、今年も継続のアイテムだと思うんですけど、ショーツって今までおじさんが履いてるイメージだったんですけど、最近ねその美意識の高いメンズが増えて、脱毛をねしてるメンズが増えたっていうのも影響があるのかなと思うんですけど、ショーツを履くメンズが一気に増えたなと。今年もね僕ショーツねいろんなパターン持っときたいなと思ってて、今も確定でオーダーしてて届くのが08サーカスのショーツですね。あとはダイワとかのショーツもいいなと思ったりしてて、08ってこう綺麗めなショーツなので、対極にあるそうダイワとかみたいなちょっとポケットがついたようなショーツも、狙ってます。ショーツってアイテム自体がすごいカジュアルじゃないですか。なのでスタイリング組むのすごい楽しいんですよ。カジュアルなアイテムをどう着こなすかっていうのがポイントなんですけど、ショーツ選ぶ時のねポイントで一番気にしてるのが、その幅の広さと丈感、股が見え深めで丈はね膝にかかるぐらい、ここの幅はねもう広い方がいいんですよ。だいぶワイドでバギーシルエットの方が膝下がね
長く細く見えるので、ぜひショーツ選ぶ時はね、それを気にしてみてください。なんで僕はそういったショーツにマウンテンパーカーとかね合わせたり、なんならジャケット合わせて、ね、ドレス寄りに振ってあげるのもいいですし、もちろんスニーカーもいいんですけど、革靴と合わせてね、少しこう綺麗めに持っていくスタイルもやりたいなと思ってるので、去年一昨年以上にショーツの幅をもっと持たせてあげて、カラーだったりとかポケットがあるないとかね、めちゃくちゃ太いのとか、そこまで太くないのとか、いろんな種類のショーツをね欲しいなと思ってます。今年本当ショーツが気分な方多いんじゃないかなと思っているので、ぜひねそのショーツを取り入れたスタイリングを楽しんでみてください。靴下とか靴も重要になってくると思うので、よりねファッションが楽しくなると思います。はい、ということでね、6個目は今僕もつけてるんですけど、アイウェアになります。こちらですね、アイウェア。ちょうど今日が3月3日か4日なんですけど、今週末ジェントルモンスターとマルジェラのねコラボもあるということで、結構今アイウェア熱いですよね。それこそジェントルモンスターは僕も韓国で買ったんですけど、大阪にできたりとかね、3月東京にもできる予定っていうの書いてあったりしたので、今ねアイウェアもどんどんトレンドになってきていって、特にその中でもフレームがねメタルなちょっと細めなやつですね。最近そのお姉ちゃんにこれ欲しいんだよねって言ったんですよ、アイウェア見せて。そのメタルフレームのやつしたら、ヤクザじゃんって言われたんですけど、それをねファッションに落とし込むとすごくハマるアイテムなので、僕はちょっと狙ってるんですけど、そういったちょっと縁の細いものだったりとか、まあ、逆にこう夏なのでちょっと派手なねアイウェアも1個あってもいいんじゃないかなっていうので、まあ、その2型僕はメインに狙ってます。なのでどこのブランドかないんですけど、それこそジェントルモンスターとマルジェラのコラボもちょっといいなと思ってて、もし在庫余ってたらね店舗行ってみようかなとか、まあ、さっきもねもうオンラインちょっと記載があったので見てみたんですけど、あの癖の効き方のあの価格のアイウェアをね買えるほどの材料がないので、ちょっと今迷ってるんですけど、今僕もつけてるギュパールもそうですし、ジャック・デュランだとか、まあレスカ、ユーイチタイムとかもそうですね。その辺をねメインにちょっと見ていきたいなと思ってるので、もしねまたこれまたアイウェアもねおすすめあったら、ぜひコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。春夏ねウェア系ほんとどんどんシンプルになってくるので、ウェア系以外の小物、アイウェアだったりアクセサリーバッグとかでね差別化したいと思ってるので、そういった方はぜひアイウェアもねチェックしてみてください。ということでラスト、僕が今本当に欲しいもの、テック系のベストですね。去年お年も本当ねテックもかなりトレンドになってきてると思うんですけど、夏ね結構シンプルになるじゃないですか、やっぱり服が T シャツがシンプルだとね結構差別化しにくいので、夏でもレイヤードしたいなと。そうなるとテック系のベストすごいいいなと思っていて、白 T にね結構そういったテック系のベスト1個着るだけで全然雰囲気変わるので、ライバとかクレストとかでもねすごいかっこいいベストあったりするので、それこそ僕もよく着てるポケットの多いロトルですね、チェックしてみたいなと思ってます。ベスト類全般なんですけど、例えば夏用に春買ったとしたら、今の時期 T シャツ合わせられないけどロンT と合わせたり、インナー長袖シャツ入れたり、で夏着たらね半袖と合わせて、また秋着たらそれのまた逆というか長いシーズン着用できるので、ベストはね結構何着か持っといた方が便利かもしれないです。僕としては、ね、今のところ日の目に優れているようなね結構系のベストをね狙ってます。はい、ということでね、今僕がガチで欲しいものをね7つご紹介したんですけど、ちょっとまだまだ欲しいものあって、番外編で2つほどご紹介させてください。1つがヒアーズのリングですね。ライオンの刻印がされたリングなんですけど、ほんと動物の中で、ね、ライオンが一番好きで、で1回展示会で見てね、もうかっこよすぎてすぐ欲しかったんですけど、ちょっと1回我慢しようと思ったけどやっぱ我慢できなかったんで、夏前には絶対ゲットしたいなと。でもう1つが香水なんですけど、ルラボのサンタでございます。友達の付き合いでこの間行ったんですよ、ルラボ。でその時になんか1個買うと1個なんかちっちゃいおまけみたいなのついてくるんですね。で友達がサンタで選んでもらってて、でプシュつけさせてって言ってプシュってつけてポンポンってして、嗅いだらもうめっちゃいい匂い、なんだこの雰囲気ある匂いみたいな、雰囲気まとう系のやつでサンタル買おうかなと思ってます。香水もまたね別動画で香水また詳しくねいろいろ解説したいので、もし気になる方はねチャンネル登録してお待ちください。ということで今日は僕がガチで今欲しいアイテムをね7つと番外編2つですね紹介させていただきました。皆さんがねこの春夏にね買いたいものもぜひ僕にも教えてください。コメント欄でシェアしていただけるとね皆さんも参考になるかなと思うので、ぜひよかったら書いてください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。$40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making a note.